もうだいぶ運動やったんで、体もだいぶ楽になって、最初の頃どんなだったか覚えてます？全然カチンカチンでしたよ、特に座った時に、いいですね。今体重どっちにかかってます？右と左。平均にしてるつもりなんだよ。でも偏って左なの？どっちの方が動きやすいんですか？左の方が重たい感じ。バイク。左の方がとても動きやすいんですよ。動きやすいのそれ。でもこっちは全然動かないんですよ。どさっとしてる感じ、じゃあ左に少し体重かけてもいいですか？で戻してもう一回、でその状態でキープ。こっちが動き出す、こっちが動かない。これは体重がかかった状態です。多分自分のその感覚とは違うんですよね。じゃあ今度普通に戻して、だいたいバランス取れました。じゃあうつ伏せになってください。で好きな方に顔を向けて、何もしない、何もしない。そう。自分で持ち上げたら分かりますよね。
下を向けて休みましょう。好きな方向きになってるんですか。で、ちょっと畳んちゃって、ね、もう一つ。こんな、この熱いの取ってるの。高いです。います。上昇が通りましたよ。これちょっと低すぎ。ちょっと低すぎ。じゃあもう一人でください。さっき4枚だったのね。どうですか。これだときついですか。変えて。
まだ大丈夫ですか。はい。きつい。大丈夫です。左にします。じゃあ反対側も見てみましょう。もう少し後ろの方に来てください。頭
出版を受けたんでしょう。
丈夫ないですか、大丈夫ですか、私で金床を踏んで、そう話して、もう一回ゆっくりと話して、理解しましょう。踏んで、話して。
じゃあ自分でいいなと思ったら座って、どんな感じですか。完全にバランス取れてますか。ゆっくり立ち上がってください。ちょっと立った感じできるだけあんまり動かさないで、そのまま立って楽にしてください。どうですか自分の感覚。下の方全部血が巡ってった。ちょっとね、しばらく骨盤周りいろいろ動かしてみましょう。そうすると冷え性多少良くなるかもしれないです。ただね、冷え性なんかっていうのはね、どうもね、心臓のね、もともと気系っていうか、それと関連してる可能性が高いんですよ。で、これはもうほとんど生まれつきの問題で、完全に良くなるかどうかっていうのはとても難しいところだと思います。じゃあちょっと歩いてみてください。ただ、今すごく姿勢が楽なはずなんですよ。その感覚をできるだけ忘れないで。綺麗だわ、体が。骨盤もよく動いてるし。綺麗だね。なんかモデルができそうだな、島村あたり。デブサイズ。そこまで、そこまでだよ。